スノーキーの FX 比較攻略ブログ管理人のスノーキーこと小手川幸也です。匿名掲示板で気になる書き込みを見つけたので、そのことについてちょっと、突っ込んでお話していきたいと思いますけども、その前にですね、今夜、米雇用統計の発表が予定されていまして、そこを挟んでね、FX 業者さん各社では、YouTube とか、Ustream とかでもかな、生放送のイベントが予定されています。そちら視聴される方はですね、ぜひ、コメント欄があれば、FX のレバレッジ解約、レバレッジ規制について突っ込んでみましょう。ちょっと質問してみましょう。で、そのことによって、他の視聴者さんで、知らない方にも、今回のこのね、話を、知らせることができる。はい。まあ、普通に FX の取引していて、25倍より10倍がいいよっていう方って多分ほぼいないと思うんですよ。ね。あと、その時の反応で、その業者さんの、スタンスが見える。反対なのか賛成なのか、もうそれとももう、ね、ひよってるのか。はい、そのあたりを見ることができるので、まあぜひね。で、ちなみにですね、私も本日21時より、YouTube で生配信を予定しています。よければ、私の方でもいいですし、まあ他の業者さんの方もご覧ください。まあ私の方の動画では、まあちょっとこのレバレッジ解約についてもね、またお話しつつ、いろんなことをやっていきたいと思います。で、本題ですね。はい、匿名掲示板で見つけた書き込みです。まあ、これが真実かどうかわからないんですけども、まあ、これが、事実としてお話し進めていくんですけども、FX 業者にトレードバトルなどのイベントのサービスを中止する要請が出ているようです。はい、もう来年の3月までというね、具体的な期間が書かれていました。で、理由は、過度な取引を煽るからとのことで、で、まあ、影響を受けそうな FX 業者さんなんですけど、まず、広瀬通商さんですね、毎月。はい、トレードバトルやってますね。小林義彦さんと、はい、まあ、対決っていうことも含めて。で、FX トレードフィナンシャルさんもやってます。あと、インバス証券さんは、1ヶ月とかじゃなくて3ヶ月スパンぐらいで、ちょっと長いスパンでやられています。でですね、まあ、今だったらトライオート ETF とか、あるいはね、まあ、シストリ24とか、新しいサービスを始めたときに、まあ、それを知ってもらう意味も含めて、まあ、これ、要はこのトレードバトルっていうのは、これ、キャンペーンなんですよ。はい、キャンペーンね。まあ、キャッシュバックだったりとか、あるいは、商品だったりとかもらえるっていうことで、それね、規制する必要って、あります?ね、FX 業者さんって、まあ、手数料ビジネス。要は、お客さんにたくさん取引をしてもらったら、利益が上がる。それである以上、取引をしてもらう工夫っていうのはやって当然だと思うんですよ。はい。なので、まあ、いろんなアイデアを出して、こんなイベントすれば面白いんじゃないかと。で、まあ、顧客ね、トレーダーにとっても喜んでもらえて、そしてまあ、取引高が上がれば手数料も入ってくるっていうことで、お互いにいいんじゃないかなと。まあ、過度な取引するかどうかっていうのは、そのトレーダー次第なので、そこをあえて規制する必要があるのかなっていうことなんですよ。でね、まあ、ここまでだったら、まあ、この3社ぐらいしか影響を受けないのであれなんですけども、ところがどっこい、この先ね、深く考えていくと裏がありそうなんですよ。はい。まあ、ほんと先週に、まあ、レバレッジ規制ね、レバレッジ解約と私言ってますけども、それと、これ、並行して出てきてる話なんですよ。はい。要は、FX 業者、業界潰しの中の一環、一つの手。で、2017年2月末にね、法人口座のレバレッジ規制というのがあったんですよ。それから、次、個人のレバレッジ規制、そして今度、トレードバトルの規制、あまりにもね、これ FX に対する規制の流れが早すぎるんじゃないかなと。で、今目に見えているのは、まあ、今回、匿名掲示板での書き込みがあった、このトレードバトルの規制、そして日経新聞一面に載った、レバレッジ規制だけなんですけども、並行してね、次の潰し、次の規制も考えているんじゃないかと。もう実は裏で動いているんじゃないかと思うんですよ。で、私、2017年、これ4月だったと思うんですけども、このタイトルで動画上げました。この時ね、この中でお話した内容だったら、ほんとまあ、2年に1度ぐらいのスパンで何かしらの規制があったんですよ。で、ちょっとここに、スライドの中に入れていないんですけども、いつも言いますけど、規制をするんであれば、何かしらの緩和をすべきなんですよ。規制ばっかりしていくっていうのは、これね、私いつもFX 業界潰しだって言いますけども、
本当に潰しですよね。ここは規制するけど、ここは緩和するっていう風に建設的に考えて、業界自体育てていくっていう気持ちがないっていうことですよ。はい。で、進めますけども、まず、この先ですよね。まずは今回、トレードバトル、規制します。ね。で、これを規制することに成功しました。しました。じゃあ次ですよ。過度な取引を煽るっていうのがこの規制の目的でしたよね。ということは、取引高に応じて食品がもらえるキャンペーンも規制する大義と、そして実績ができるわけですよ。これまた、広瀬通商さんとか、FX プライムバイ GMO さんとかね、カタログギフト、あとみんなね、FX さんとかもですかね、食品もらえますよね。これも規制できちゃうんですよ。で、ここっていくと、もう一旦規制し始めると、まあ、なんでしょう、もうタガが外れたというか、はい。もうどんどんやっちゃえと。続いて、新規口座開設時のキャンペーンも見直そうと。はい。あれも過度な、FX をやろうという人を増やすためのものなので抑制しないといけない。じゃあ次。でもそもそも、キャンペーン自体がダメなんじゃないかと。もうキャンペーンを規制だってなるかもしれないですよ。ね。はい。で、こういうことをやっていくとですね、海外業者なんかは、初回ボーナス、あるいは入金額に応じたボーナス、キャッシュバック、まあそれ FX 取引に、気にしか使えないんですけども、そんなこともやってるんですよ。ということは、ますます、海外に顧客が逃げていく。ね、よく言われている今回の、レバレッジ規制騒動でも、日本の FX 業界の空洞化が起きるって。海外に投資家がまたどんどん逃げていく。ね。規制をしても、結局何も良くならない。個人投資家は海外に行くというリスクが出て、そして日本の FX 業界は、まあ、中には潰れるとこも出てきて、それによってですね、まあ、雇用であったりとかそういったものもあるんで、はい。ちょっとね、まあ、今回のこのトレードバトルの規制っていうこと自体は、影響はまあそんなに大きくないかもしれないんですけども、先のことを見ていくと、ここを許してしまうといけないなと私は思います。はい、ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。